チャンネル J です。今回は初心者ギターのね2本目の選び方2022ということをやってみたいと思いますけれど、前回ね初心者のギターのね2本目のギターの選び方のタイミングというのをやりましたけど、今回はまあ初心者の方が2本目のギターの選ぶね目安みたいな感じになればと思いましてね、これをね動画作った理由は、久しぶりにね楽器店に行ったんですよ。楽器店に行っていろいろ弾かせてもらったんですけど、やっぱりあのコロナの影響でねなかなか行けないっていう人もいると思うんですけど、やっぱりねそのカタログで決めるんじゃなくて弾いた方がいいと思いますね。あの特にねあの1年2年ぐらいの初心者の方が2本目買う時にはもう必ず絶対弾いた方がいいと思います。なぜかというと、まあ、1年目前後の時には今でもそうですけど苦手なコードって必ずあるんですよ。苦手なコードはあるけど、例えば初めてのギターが合ってるかどうかは分かんないじゃないですか。だから2本目のギターを買うときは自分に合ったギターを買うと。だから音質もまあ大事なんですよ、形も大事なんですけど、やっぱりこう手に合うギターを選ぶのが一番いいんじゃないかと。で、できてからもう3本目2本目を買うと。やっぱり2本目はねやっぱり手にしっくり、例えばよくコメント来るんですけど G がね弾けないとか、あの他の弦がビビるとかあるでしょ。それじゃやっぱりこうね、例えばこのねネックの太さによるんですよ。とあと厚みですね、厚みが。でこれが本当に数ミリ変わるだけでも全然弾きやすさが変わってくるんで、そう思ったらやっぱりねこういろいろこうごちゃごちゃ言ったりとか数字とか見たりするよりか、やっぱり自分で弾くのが一番ですよ。本当に苦手なコード弾いてるんですよ。 G であったりとか Bm であったりとか Bm7 であったりとかね、B とかであったりとか弾いてみて、苦手なコードが弾けたっていう時あると思うんですよ。なのでそれはだからギターのその自分のね手に合ってるギターじゃないかなと思うんですよね。まあいろいろこうそれだけじゃないかもしれませんけど、今持ってる自分のギターで弾けないコードが、音が出ないコードがあった時にギターを変えたら音が出る、まあ弦高とかもありますけどね、ありますけど、やっぱりそういった基準でこう自分の手に合ったギターを選ぶ技術はまた技術でまたやっておいて、とりあえず自分のギターのこのねこのなというかね幅、この幅とか太さでもやっぱりこう変わってきますので、そこを注意してもらったらいいと思うんですけど、いかがでしょうかね。というのはね、先日は数本かな弾かせてもらったんですけど、やっぱりこうね高いギターがいいというなくて、高いギターでもこう弾きにくいギターってあるんですよ。なのでそんなに高くなくても、あこれいいなと、ファーストインプレッションっていうんですかね、だからそういう感じで、やっぱりとにかくねカタログばっかり見るんじゃなくて、こうとにかく今コロナもありますけど、こうマスクしてもねいろいろこうねディスタンスをとって、やっぱりこう実際にこういろんなギターを弾いてみるというのがやっぱり一番僕はおすすめじゃないかと思うんですよね。まあいろいろこう条件もあると思いますけど、そこでまあ店員さんがねいろいろこう勧めてくると思いますけどね、僕はね1回目では絶対買わないタイプなんですよ。なのでまああれですけどね、まあ、店員さんのまあ表情とかも見ますけどね、今日買わないよっていうとふっとこういなくなる人もいるけどね、だけど、まあ買う気ありますみたいな感じのことも言わないとやっぱりいけないと思いますけどね。だからやっぱりこう自分がやっぱこう弾いてみる、さっき言ったのがね苦手なコードを弾いてみて、どうか自分が今持ってるギターと比べてみて弾きやすいのかどうか、その次に音じゃないかと思うんですよ。その人によって違うかもしれないけど、僕はその2本目のギターだったらやっぱりこう弾きやすさを重視して選ぶのがいいと思いますのでね、少しこう楽器店に行って弾いてみて、ああそうだなと、弾きやすいギターってあるんですよね。音はまあ別としても、でも今頃音がすごく悪いってことはないですからね。なのでまあ一応ね、まあ、予算もありますけど、その中で選んでもらって、まあとりあえず弾いてもらうというのがやっぱおすすめですので、ぜひね時間があったらね、コロナの影響もありますけどね、ぜひ店頭で弾いてみて、苦手なコードを弾いてみて、こうね選んでみたらと思います。はい、 J チャンネルでした。